大沢健二。青コーナーより大沢健二選手の入場です。プロシュート9月大会、植松直也のライト級からフェザー級への転向に注目が集まった。しかし植松の負傷によりカードは消えました。この中止に一番ショックを受けた男は何を隠そう、彼大沢健二自身でしょう。人生のターニングポイント、格闘人生のターニングポイントを戦わずして逃した大沢。しかし今夜再び大きなチャンス到来です。世界フェザー級6位、環太平洋同級5位、今リングインです。勝てばカイロの日和あり、ベルトへの階段はあと数段です。赤コーナーよりダニエル・リマ選手の入場です。現在シュートフェザー級頂点に立つのは松部亮太。しかし負傷箇所が言えず長期の戦線離脱を余儀なくされています。生き馬の目を抜くプロシュートのリング、野望を抱く男がここにも一人。さあ今この拍手に先導され、そしてモンキーマジックのテーマに乗って登場。オーストラリアファイブリング道場からフェザー級第3位です。ブラジル生まれの24歳、ダニエル・リマ。昨年6月には王者松部と対戦、判定で涙を飲んでいます。さらにマルコロールを下し、現在ランキング1位の岡園とは1対1のドロー。大沢にとっては岡園戦へ、さらには王者松部戦への大きな試金石、壁となる選手です。ダニエル・リマ、今リングインです。第8試合フェザー級3回戦を行います。アコーナー和術研修会 A3 所属、169センチ、60キロ超動、世界フェザー級6位、日韓太平洋フェザー級5位、大沢健二。赤コーナー、オーストラリアファイブリングス道場所属、160センチ、59.2キロ、世界フェザー級3位、および環太平洋フェザー級2位、ダニエル・リマ。スタジオに川野弘幸、横浜からです。レフリー鈴木俊也。続いてはリミット60キログラム、フェザー級の一戦です。5分3ラウンド制、ダニエル・リマ対するが大沢健二。この一戦を見つめる、会場で見つめる王者松根は私にこう語ってくれました。ダニエル・リマはトータルに戦える選手、でも唯一弱点を挙げるとしたら腰自体は強くないんです。大沢選手にとってはそれがポイントですね。そんなコメントをしてくれた王者松根もこの戦いを会場で見ています。右のハイキック出していきました、ダニエル・リマ。さあ藤沢さん、改めてこの戦いのテーマ、そして注目、どんなところになるでしょうか。やはり松根鉄道中のフェザー級戦線を選ばれてということにつきますけれども、そうですね、特に大沢がやはり上位にさらに食い込むかどうかですよね。はい、右のミドルキック、かなり身長差があります。ダニエル・リマ160センチ、大沢169センチ、まあ、それ以上に少しありそうなふうにも見えます。右のローキック、 Hands up, and hands tight。大沢はかなりと前後の小幅の広い構えを見せます。胸の前に拳を置いています大沢。大田さん、まあ、ここまで見る感じもかなりこう 打撃の当たる距離は違いますね。そうなんですね。ただこのパンチ力といいますかね、パワーがやはり骨の重さのない分、その筋肉に合わせているわけですから、これやっぱりパワー系だと思っていいと思いますよ。そうですね、はい、今もう振ってきましたね、振り回してきますね。大沢も伸び合い、どんどんとおっしゃると言ってますので、そうですか、ある展開は望むところだと思うんですけれども、ハイキックの振りがあります。左のフックからストレート、これを決めてますね。これも捉えた。さあ倒していきます、その腰自体はそんなに重くない、そんなコメントが松部選手からありましたが、
今も軽くふっと腰が浮いて倒していきました。右足のガードを越えているようです。上が大沢健二、29歳になったばかりですか。2日前ですね。そうですか、はい。ボディにパンチ、今下になっていますダニエル・リマ。生まれはブラジルなんですが、現在ジム生活している拠点がオーストラリア。ハイキックに下げたパンチから左のフック。いや、太田さん、でもしっかり振ってますね。このパワーありますね。しかし大沢はしっかり振って、ここは狭い前から膝、これは太田さん効きそうですね。身長差もありますし、力はありますけれども、はい、大沢選手のパンチ当たってます。そうですね。膝は届いていないか。今度はボディちょっと嫌がってます。現在フェザー級の頂点が長期欠場中の松根亮太、1位が岡園、2位にその岡園が前回下したマルコ・ローロ、3位がダニエル・リマです。4位に、ライト級から降りてきました、まだ戦いはありませんが、そこまでの実績を考慮され、4位が上松、5位に大石、6位大沢、ジョゼ・アルド、秋元仁、勝村、ダイアン・アッカーマンと続きます。荒れ際の左のフック、一のフェイントです。あ、やはりいい位置、コンパスが長い大沢。藤井さん、ここまでの大沢の組み立て、戦いはどう映りますか。片手の差を生かした感じでいいペースで進めていると思いますけれど、あまり力比べに欲しない方がいいと思うんですよね。おお、そうですか。相手の力ありますか、相手の力比べすると、かえってだ、リズム狂わすというですかね。アイバンって、アクションがいいですね。当たってますね。チャンス、今はチャンスですけどね。離れてもらいけないですね、これは。距離取りたいですね。しかし、この近い前でも膝を入れていきます。腹際の分回してくるパンチは怖いんですが、少し距離を取ってパンチを入れたいか。膝腰をしっかり張って、ちょっとしかし打撃は出しづらい位置か。ウルサさんでもいい形ですね。いいですね。膝を入れていきます。顔面まで膝が届く。今度はボディーだ。離れ際、右を添えた、甘い左の返し回る。ちょっと慎重になったか、ダニエル・リマ。今ラッシュした方がいいですね。そうですか。左のジャブ、その後はなんか分回せ、振り回してきますからね。そうですね。蹴りが効く方がいいですね。なるほど。今のところしか攻めてではないですからね。そうですね。かなり効いてんだと思いますよ。そうですか。握手も空いてますもんね、ダニエル・リマが。苦しそうです。残り時間は少ない。第1ラウンド、ここで第1ラウンド終了です。ご覧いただいています、フェザー級の5分3ラウンド、ダニエル・リバ対大沢健二の一戦です。こちら新日本プロレスの中村選手がセコンドメガネかけています。5月の秋元さんの時もついてまして、今あったんですけれど、その後7月のデモリーションでですね、ミキ選手のセコンドに中村がつきましてですね、その時も勝ちましてですね、ミキがなかなか演技がいいんですよ。なんか幸運の女神じゃないですけど、神なんですね。ラウンド2、第2ラウンド始まりました。さあ太田さん、この第2ラウンドもう畳みかけたいですね。自分のペースでもう相手に引かせることで、いいですね、入れてますね。相手とこの密着が必要ないですね。離れてですね、回り込んでいかないと。自分のペースでやった方がいいですね。ここしかししつこいですね。本当に体を寄せてきます。完全にでも藤田さん、体浮いちゃってるんですかね。腰も伸びてるんですけどね。そうですね。膝、アナリューはもう分回します。それをよく見てストレート、コツンと入れて、今度は膝を2つ。ここも入れています。ここからですね、マイクです、パンチですね。そうです、離れた方がいい、また入れ替えられましたね。押しておりますね。
あ、しかしその間にも膝は確実には入っています。これ藤沢さん、でもこの先にダニエル・リムがなんか展開があるかというとないんですよね。ないですよね。腹に膝、変えていいから、変えていいから。右の膝を今度はダニエル・リムも一つ出しました。第2ラウンドです。この戦いは5分3ラウンド制。松本とかは他に比べて大きいですからね、子供でもあると思うんですけれど、ここも入れていきます。リストを握ってガードを上げさせて、そこに膝。太田さん、こう分回してくるフッカーも完全に見てます。見てますね。そうですね、もう狙っていってませんから。そうですね。左のフッカーストレートにつなげます。大沢、逆にダニエル・リムラを手に出せなくなっています。おお、ここは腰が強いか。テイクダウンレーナーに行ったところですが、なんとか踏ん張りました。ダニエル・リマ内を刺しています。大沢、ここから先ダニエル・リマの展開ないだけに、ダニエル・リマも藤田さん、勝負勝利ということを考えると、もう少し何か流れないと、人が欲しいですよね。これは届きません。ひょっとすると大沢の方がさあ、じゃあどう勝とうか、どう決めに行こうか、そんな風に考えているかもしれません。まあ不用意な、あっとこれはホイ、力ありますね。当たったら大変ですね。これこれ投げ倒すみたいな感じですね。足を刺しています。差し返しました。ダニエル・リマ離れて、せっかく何発も感じた方がいいですね。膝を相当嫌って、右の膝を自分から立てて膝を出せないようにしています。リマ、まだ2分以上あります。第2ラウンド、ダニエル・リマはおっと、右のパンチちょっと効いたか、今上入りましたね。ましたね。さあチャンスと見てダニエル・リムが分回してくる。さあここで冷静になれるか大沢。いや大沢さん、ちょっとでもまだ効いてますか。これももらった。会場から大沢コール聞こえるか。大沢、大沢さん、やっぱりちょっと自分から効いてるんで、大技逆に出しちゃうんですよね。そうなんですね、そうなんですね。あのパンチに体重がかかってます。そうですね、かなり強烈なパンチになってますね。それだけで本当に藤田さん、一発当たればまさにこう当たると怖いですね。でもあれしかないからすごくリスキーな人ですよね。ですけどもね、大沢は意識戻しているか。どうしてもガクッとグラッと来てしまったので、まずい、取り返さなくちゃって、そんな気持ちが飛び膝に、先ほど出ましたが、逆にその飛び膝に合わせてもパンチをもらっています。一気にここで展開が分からなくなってきました。大沢の右の目のあたりかなり腫れてきています。さあグラウンドの展開です。右足はすでにガードを超えています。残り時間は1分切っています。第2ラウンド、上がダニエル・リマ、やっぱりあのままいかなかったですね。ダニエル・リマもクセモノですね。お父さん、気持ち的にもダニエル・リマかなりもう戻してるでしょうね。先ほどの劣勢いいなったと思ってるでしょうね。いや、背中に乗ります。危ないぞ、危ない、これ結構少しずつ手が首に回ってきているか。ちょっと今あと20秒しかありませんけどね。そうですね、20秒です。右の手、ここはなんとか大沢を防げそうです。リストを握って、いや、しかし体が乗ってきている、前に落とした。残り時間は10秒です。腕が動いてそうですね。そうですね、動いてそうです。残り時間は少ない、ここはなんとかしのいで終了です。第2ラウンド終了です。太田さん、ちょっとヒヤッとしましたね。ヒヤッとしましたね。いや、でもあのグラップリングでよくできる選手なんですね。そうなんですね。藤田さん、やっぱりグラウンドに行けばっていうのも一つ、また心を折れない一つだったかもしれませんね。まあ、グラウンドに行くまでが大変なんですね、この人は。本当にこう一か八かみたいな攻撃でしたけども、体力は消耗していると思いますよ。かなりバズってると思います。ああ、そうですか。しばらくいます。さあ、最終の第3ラウンドです。今ダニエル・リマに鈴木フリーがこうオープンブローになってるからということですかね。注意が一つあったようです。まあ、小手の位置でこう打ったりしているようにということでしょうか。
これは、あ、マウスピースをしてなかったんですね。かなり疲れてますね。まあやはり疲れは誰よりもの方が、まああれだけ分回してますから、ちょっとボディにも膝をもらったりしています。いやしかしこれは怖い。回し蹴りのような感じですね。なんていうんでしょうね、あの打ち方は。そうですね、なんかこうラリアットのような、去年のダイナマイトで藤田選手がイブラヒムを倒したような。ああそうでしたね。言ってみればビッグバンブーダーみたいな、右は内を差しています。ちょっとしかし大島自身のペースはまだ引き戻すまではいっていません。お父さん、ひょっとするとこれから先かもしれませんね、すべては。ロープを整理したときにですね、回って相手と体勢を入れ替えるテクニックがないとですね、こういう力のある選手にとずっと受けになってしまいますから、そうするとリズムを止められてしまうんですね。まあ、特にレスリングなんかも、まあ、特にグレコローマンだとか上半身のこういう動きというのは重要。あのマットサイドというのは常に必要になります。まっすぐ下がるとやはり今ポイントを取られるようになってますので、今も差し返します。これに耐えるに鍛えますよね。消耗してしまいます。今本当にこう疲れは感じるんですが、攻撃以外は決して落ちることはないですよね。なあ、離れ際、いや入っているようにも感じるんですが、前に出てきます。もらいながらも出てくる離れ際、これが怖い。本当に闇雲に打っているようにも感じるんですが、10のうち1当たればそんなようなパンチにも感じます。すべては全力です。ハイキック、おっさんチャンスです。もっと攻めた方がいいですね。ストレート、藤田さんも本当にストレートを打ってる時。さあここはどちらか腰が強いか、立ち上がりますか。プッシュアイ、プッシュアイ、ミドルエイ、ミドルエイ、ダメ。決して綺麗な戦いじゃないですけど、伊達にサインじゃないですね。強い、強いですね。嫌な相手ですね、やっぱり。そうですね、戦う相手としては。いわゆるセオリー通りじゃない選手ですから、今も入ってますよね、藤澤さん。結構入ってるはずなんですけどね。どう疲れてもグローブあるいは厳しくなっているようなこのダリール・リバー、目をカッと見開いて前に出てきます。残り時間2分切っています。ハイキック、同窓の方が逆にこう疲れてきているのも感じます。あの時を見やります。このグローブが少ないです ね、 ですね。今会場からも剣で踏ん張りとくださいとありました。まさに太田さん、そうですね。そうですね、ここでラッシュかけながらですね、こっちに当てていかないと、一発に合わせても手数で当てていかないといけないですね。そうですね、まあ、確実にまずジャッジの印象は取っておきたいところです。大沢は一応指しているんですが、これから先も大きな展開はありません。先ほど一つグラウンドの展開がありました。はい、はい、これですね。ああ、大沢がうなずくようにします。しかしそれは裏腹か、効いている証拠なのか。そこで焦ってしまうとまたこのパンチの餌食に回る。あらりはこれです。うわー、疲れて倒れかかっているように感じるんですけど、パンチ自体は強い。残り時間がまもなく50秒になります。あらりはこれですね。すごい疲れですね。うわー、ノーディーにパンチ。これミドルキックぐらい効きますね。オーバーに入りました。これだけ入れても下がってくれないんで、ちょっとどこずってますね。いや、すごい選手ですね。今の選手絶対ダメージあるはずですよ。かなりダメージあるはずなんですが、どんどん前に出てきて、どんどん打ってくる。吉田選手も怖いですよね、これ戦いながら。大沢の方が気持ち的に逆にこう疲れてきているような感じがあります。さあ残り時間は少なくなっています。最後の大きなアピール、
あるか。終了です。ここでタイムアップです。スコア中継に入ります。また落とし難しい判定です。難しい判定もう先ほどこう試合間につくづくいや判定って難しいねっておっしゃってましたけど疲れてますね大沢も。藤沢さんどう映りましたか。本当難しいですねそうですね。フェザー級の一戦です。勝者が王者である松江に近づきます。さらには今1位にいる岡園との戦いになるか。ああ、お聞きのようにドローという裁定です。顔を上げようとしません。大沢健二太田さんいかがでしょうか。そうですね、ドローですよね。うわ、厳しい試合ですね。木澤さんいかがでしょう。これから先に関しても大沢健二選手にはね、チャンスあったと思いますよ。そうですか。何度チャンスがあった。あとはもうテクニックですね。パワーできた選手に、あとは立ち側にはパワーで当たるよりもですね、あとはもうそのロープギアのテクニック、はい、あとはあのダメージあるパンチじゃなくてもですね的確に当てるテクニックですね。そうですね。もうちょっともうそっと惜しかったです。そうなんですね、結果的にはドロー29対29が2人です。1人は29対28、大沢に1ポイントはついてるんですが結果的にはドローに終わっています。